8日の北京冬季五輪フィギュアスケートの男子ショートプログラムに登場した羽生結弦の演技は中国でも大きな注目を集めた。会場の外に駆けつけ、感極まって涙ながらに試合を見守ったファンも、ジャンプでミスが出たことやテレビの解説者の言葉にも強い関心が寄せられた。試合後に彼を一目見られるかと思って、新型コロナウイルス対策で招待客しか入れない会場の首都体育館の前には数人のファンが集まった。女子大学生ハッキン・アマさんはスマートフォンで観戦。今までたくさん練習してきたのを知っている、と、感動して号泣した。そして世界中のファンが注目した王者の演技。得点が伸び悩んだが、中国では五輪ボランティアたちも固唾を飲んで見守った。大型ビジョンの前に群がる様子を海外記者がツイッターに公開している。屋内の広間に置かれた大型ビジョン。そこには演技中の羽生が映っている。ボランティアの格好をした人など、画面に見えるだけでざっと100人以上が顔を上げて見つめた。羽生は冒頭の4回転サルコーが抜けるミスが出て 95.15 点。8位発進だった。画像を公開したカナダ公共放送、CBC のリサ・シン記者は、文面に、中国でフィギュアスケートは人気なのかしら。国際放送センターで譲る、羽生のショートを見る人だかりが、拍手もしている、と記して投稿。現地の人々の様子に対し、海外ファンからは、彼は中国で最も歓迎される日本人だ、とコメントが寄せられている。また SNS では羽生選手のハマった溝についていろいろ飛び混じっており、犯人探しまでするようなものがいるそうですが、この悲劇をテレビで見ていたベテラン製氷作業員、高橋二男氏は、もう運が悪いとしか言いようがないです。氷の状態は問題ないと思いますし、羽生選手は制氷後の3人目だったのに、と同情した。羽生が登場した第4グループ前には制氷が行われ、その直後の6分間練習でついた溝にはまってしまったようだ。高橋氏は、僕らはこういうミスを見るのが一番辛い、と羽生の心情を思いやった。他にも真央さんのサンクスツアーに同行したスケーターの方も、飛ぶ前に穴や溝が確認できるかって？できないよ。私、視力 2.0 だけど見えたことないよ。とおっしゃっていますし。村主さんも、溝にはまってしまったり、穴に引っかかったりは、よくありますが、本当にどうにもできないんです。練習で、選手が同じところでジャンプを何度も飛んでいたりすると、遠目にも溝や穴があるので避けますが、突然、そこに数個だけあると見えないです。と言っておられます。経験者の方も穴にはまって骨折したことあるという話もありますし、本当に羽生選手だからこそ、怪我なく、ジャンプがただ抜けただけのように、できただけと思います。誰が開けた穴かも探す必要ないし、避けれなかったのかなどという疑問も、そもそも世界で一番と言える選手が避けれないのなら、誰もどうしようもないです。気持ちを切り替えて歴史を塗り替えようとしている。羽生選手をしっかりと怪我なく終えることができるよう、祈りましょう。最後に皇帝プルシェンコさんからのエール。私の4度のオリンピックの経験から言いたい。君は素晴らしいアスリートです。フィギュアスケート界への貢献は、かけがえのないものです。あさっても、自由で自信を持ってスケートができますように。君は羽生結弦なのだから。